藤様、おはようございます。また勝手なお願いでございます。別に急ぐわけじゃございませんから、生きてる間にちょっとだけ物を見えるようにしてやっておくんなさいまし。お頼み申します、お頼み申します。花で知る春、木の芽の匂い、耳で知る秋、つくつく帽子、お天道さん。面内ガラスのこのあたしとはお互いかしかりゃないけれど、聞けばあなたも引っ張ったら裏が歩けねえじゃねえか。宿場へ行く道がわからねえもんで、ちょっと案内してもらおうと思ってね。なんだ、あんまさんか。ちょうど宿場へ帰るところだ。乗ってきな。ええ、乗せてくれるかい。安くしとくよ。銭取るのかい。じゃ、歩いた方が体にいいよ。銭ねえのけ。まあいいや、乗んな。何か揉め事が起きてるんじゃねえかい。待ってくれ、もう二度とこんなことはさせねえから、今日のところは勘弁してくれ。気が出る幕じゃねえ、引っ込んでろ。引っ込んでられるかい。何よこの鍵。勘弁してくれた。もともとって言えばさ、おめえんとこで借りた住居もんが、けそと、それで出るやつもか。何にならねえ。お前から右腕切るとしちゃい。そんなことしちゃいけませんよ。露天博者は確かにいけねえ。が、相手は片木さんだ。その片木さんの腕を叩けるなと。そいつは持っていけませんね。この野郎、聞いた船口聞きやがって。構わねえから聞きずらせ。この野郎。坊や、その人をうまい乗せてやんな。
返してくれ。ちょい、坊や、えべえな。ええ、この人の仲間はみんな逃げちまったってのに。仕方がねえさ、ちゃんだもん。ちゃん。血止めもあるよ。10文だ、10文。あ、なんだ、おちみ元気で働き、たった10文。こいつは大きくなるぞ。バカに想像しい宿場だね。え、何かあるんですか。なんかこう、活気づいてるけども。当たり前さ、出入りがあるんだからさ。出入り？あんまさん。あんたは、すごい腕してたね。すごかったよ。それだけの腕してれば、あんた、高く売れるよ。この宿場にずっといなさい。ね、食いっぱずれねえよ。冗談言っちゃいけねえ。そんな危ねえ町に一日だっていられやしません。なんで？どこへ行く？てめえに断らなくちゃなんねえのか。商売でな、どっちへわらじを脱ぐ。俺たち足盛りだ。どこへ行く？どこへ行くと俺の勝手だ。商売でな。俺も商売でな。どっちへわらじを脱ぐ？下仁田の方だ。俺は指導一家だ。三両。え、ここの祭りはあんた近代じゃ一番にぎやかなんだよ。うん、じゃあにぎやかだよ。なお社の境内はな、え、さっきの獅子戸一家と下仁田一家で一年ごと交代でその取り仕切ってきたんだけど、どっちも欲張りだからな、とうとう決着つけることになって両方とも助っ人を呼んで大騒ぎしてんのよ。ああ、そうですか。大変ですね、そりゃ。まあ、いっぺいご飲みました。飲みなさい。何ですか、お父っつぁん。あの、行水の支度をしましたから、汗流してください。じゃあ、後でもらいます。ちょっと、風呂、赤だけ落としちゃう。お父さん、今日は嬉しかったね、うりゃ。言葉に甘えて。
でね、ちゃんとしとっぽろ。サンタ、サンタ、ちゃんはな、博打なんかしたくねえんだぞ。ね、おめえたちにね。すいません。え、暑かったですか。いい、あの、いい加減でございます。どうもすいません。どう。あの、背中流しましょうか。え、そうですか。すいません。ちょっとお願いします。どうもすいません。はい。あげてよ。あげてよ。大丈夫。はい。お姉ちゃん、随分いい女だね。うん。なんで見えねえくせに。本人って、ね、見えなくたってわかるんだよ。物の言い方やな、足音でな、よくわかるんだよ。貧乏人の娘で、医療養子っていうのは考えもんだぜ。俺はまたどうしてだい。器量が悪けりゃ買い手がつかないもん。じゃあ姉ちゃん、あのどっかへ売られちまうってでも言うのか。うん、ちゃんがね、うん、指導一家のね、ドバでね、借金を肩に姉ちゃんを女道に売るって証文に書いちまったんだ。なんだ、博打の肩に姉ちゃんを女、おい、それいつ売られちまうんだ。明日孫じゃ十両なんて稼げねえや。十両、おじさん買ってやろうか。え、やればよ。おじさんが姉ちゃんを十両で買ってやろうかって言ってるんだよ。ダメだ、あんまの神さんじゃ姉ちゃんがかわいそうだ。何を言ってんだ、めっちゃ女郎になるよりかいいだろう。そりゃそうだけど、もったいねえや。おじさん、十両持ってんのかい。今はねえんだよ。やかしか。その気になるやな、十両ぐらい今すぐにだってできるんだよ。よし、売った。先ないか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 後ないか後ないか後ないか先ないか先ないか、はい、後ないか、はい、先ないか先ないか先、はい、後ないか後ないか後ないか先ないか先ないか先ないか、はい、先あたり後ないか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 、はい、後ないか後あたり盆中あたり勝負。さっきかぶ後泣きさあ行こう。ああ、先ないか先ないか先ないか後ないか後ないか後ないか、はい、先ないか先ないか先ないか後ないか後ないか、はい、先先先先先後ないか後ないか後ないか、やりやせんか、先ないか先ないか後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 ないか、先ばっかりじゃ勝負にならない。ちょっと集ましてもらえますか。どうも、すみません。どうも皆さん、ごめんなさい。はい、さあ、後ないか後ないか後ないか先ないか先ないか後後後後あとあと本中当たり勝負。先六歩あと沈む。下仁田との一件、いつ決着をつけるつもりだ。ええ、それはまあ先方の出方次第で今夜になるか明日になるか、先生には当分いてもらわねえと勝てば百両出してもらうぞ。ええ、それはもう100両でも200両でも先生のお好きなだけ持ってってもない。目がつきました。この縁起がいいや。何？いいんすか？よし、てめえ、かかれ。
赤坊さん変わりましたね。あとないか、先当たり。5両。ずいぶん足りませんね。もう仕方がねえ。えあと5両。本中当たり、勝負。先の決め。あと、何しゃんで。あ、昼間あった兄さんですね。兄さん、いたずらはいけませんよ。その手のひらに釣ってる札、これ一緒に置いてっておくんなさいな。この野郎、妙な言いがかりつきや。この手の中に何もなかったらどうする？あったらどうします？鳥羽の情報通り、この右腕をくれてやら。おう、俺の手の中に一名でも不勘弁してくれ。出来心なんで。出来心だ。ぬすっとするんじゃねえんだ。いかさま出来心じゃできねえよ。もし堂本さん、この落とし前どうつけてくださいますかね。申し訳ありませんね。この男、宍戸一家の者じゃござんせんでね。どうでございますか。このお兄さん、宍戸一家のお方じゃあれないか。だからこの土場は宍戸一家でございますね。この落とし前はどうつけておくんでございますかね。どうすりゃ気がお済みですかね。張った駒は5両なの。10両もいただきましょうかね。やりたいというなら止めません。だが一人残らず切られるぞ。何しろ目が悪いもんでございますからね。すると雑踏一じゃん。下仁田に頼まれてこっちの様子探りに来たんじゃないでしょうね。まさか。先ほどは命を処理していただきまして、おきにありがとうさんでございました。バカを言え。俺はあの連中の命を救ってやっただけだ。旦那、この宿場には長くおいでに。いや、出入りが終われば出ていく。お主、一って申します。そうか、一。はい、聞こう。酒をやるか。え
もうそっちの方は目がねえ方でございます。帰りなさい。うん、客人を連れてきた妹だ。あ、曲がれ。おいでなさいませ。どうぞ。じゃあちょっとお邪魔いたします。どうも。志野、酒の用意をしてくれ。はい。あの、失礼でございますけども、妹様、お目がわかるか。ええ、そうだろうな。立ち居振る舞いもまだ不慣れでな。百両もあれば何とかなる。で、お嬢さんのお目はいつ頃から。半年前からだ。いや、心配いらん、もうすぐ治る。江戸の蘭方医緒方良庵先生から手紙をもらってるんだ。患って半年ぐらいなら一月以内に来れば治してみせると手紙に書いてある。あ、そうでございますか。どうぞ。お酌はできませぬが。いや、とんでもない。お嬢さんに酌なんぞしてもらったらもう罰が当たります。はい、ごめんなさい。さあ飲め。じゃあ。遠慮なく。へ、もし釈放させてやってもございまし。はい。手習いはいかがでした。皆さん上達なさいましたか。うん、うん、日一日と上達していく。兄は教え方が厳しいので皆さん怖がりませんか。え、それはまあ怖がったり、怖がらなかったり。はい。あなた様は何を。私でございますか。私は今日は普段からどうもドジなもんでございますから、今日また先生に怒られました。あ、風が出てきたな。先生、明日晴れますよ。そうか。志野、明日は釣りにでも行くか。まあ嬉しい。さあ、もっと飲め。はい。シド一家の兄さん方ですね。今夜いい気持ちになってるんだ。ねえ、乱暴しねえでおくんなさいよ。まだそこに誰か一人いるな。マイドロイ。おいら、獅子戸一家のもんじゃねえんで。おいら、下井田一家の大会社を務める金蔵ってもんだ。人捨てに聞いたおめえさんの腕は、今この目でとっくりと見せてもらった。はあ、確かに定した腕だ。おめえさんも知っていなさる通り、下井田一家と獅子戸一家は長い間睨み合いを続けていて、ケリがつかねえ。で、この際きっぱりと話を。話をつけてえのが商法の腹だ。それでお願いだ。
下井田一家の助っ人になってくれりゃ銭金は惜しまねえ。100両でも200両でもお望み通りの金は出す。よう、下井田一家に代わってお願いします。どうかこっそらにわらじを脱いでおくなさいし。お願いします。本当に持ってきてくれたんだね。約束通りおじちゃんが10両持ってきてくれたんだ。宍戸一家行って姉ちゃんの証文取ってきてくれよ。この金どうして。今夜から姉ちゃんはこのおじさんのお嫁さんになるんだ。あんまさんの嫁さんに。ゼロになるより悲しいだろ。グズだなあちゃんは。どうでもいいから早く行ってきてくれよ。早く上がれよ。姉ちゃんな、おじさんの嫁さんになんかならなくたっていいんだよ。気使うなよ。姉ちゃんその気になってるんだからさ、な。何を言ってるんだおい。そんなことはみんな冗談だよ。おい、姉ちゃん。どうも。なあ、てめえこの銭どこでこだえてたんだ。旅のあんまさんが。旅のあんまだ。銀九郎、本来ならてめえ俺の島打ちでのてんばくしなど開きやがって許せねえとこだ。お役人さん勘弁してくださいね。それもこれも10両の金を作りたいばっかりにやったことでしてね。勘弁できねえとま言いてえとこだがな。おめえの了見次第で目つぶってやってもいいや。とおっしゃいますと。ふん。あのあんまどうしてる。それがわしのところに入り込んできましてね、わしにその相談なしにお吉のやつと夫婦になるなんて言い出しやしてね。なに、ふて野郎だ。それでおめえよく平気でいられんの。いや平気じゃありませんよ。お吉もお吉だい。あんな野郎の女房になるくらいなら俺のところで働いた方がよっぽどマシじゃねえかよ。それはもうその通りで。それにな、俺もあの甘には少しばかり言い分があるんだよ。へえ。うん。おめえこの重量欲しくはねえかい。なあ、おめえだってあの口をあんな野郎にくれてやる気はねえんだろ。そんならお吉もさんたもあいつの目の届かねえとこまで。いや、花からあいつの目に届くわけはねえやな。当分うちに預かっとこうじゃないか。え、不祥事かい。釣れますか。ああ、よくわかったな。おはようございます。鈴の音がしたもんですから。これか。行くのか。はい、お名残惜しいんでございますけど、もう私は悪い星の下に生まれていたんで、ひとっとこに行くってとろくなことあるよね。そうか。一達者でな。へえ。お嬢さん、今日からお嬢さんの目が治りますようにお天道様にお祈りしておきます。ありがとうございます。じゃあ私はこれで。兄上、リツさんをそこまでお送りしてはいけませんか。鈴が聞こえるところまでだぞ。はい。風の匂いよござんすね。風の匂い、ほんと。すみません。いいえ。私、目が見えない方がいいんです。どうしてです。目が悪ければ
兄がいつまでも一緒にいてくれますもの。今日はいいお天気なんでしょう。ええ、朝から今日は雲一つね、いい天気ですね。まるでお嬢さんのように明るくて。みんな兄のおかげです。本当にいい兄上さんですね。お嬢さんの目を治すためにああやって一生懸命稼い、稼ぐ。兄は何をして稼いでるんでしょう。この頃兄のことで気がかりなことがあるのです。兄は本当に手習いの先生だけをしてるんでしょうか。私本当のことが知りたいんです。これは本当のこと、いや手習いだけじゃありませんよ。ええ、これはあの剣術の稽古もつけてくれます。本当にいい先生ですよ。ええ、よかった。いちさん。はい。またいつか会えますね。ええ、私はいちさんの顔を知らないから、もし会ったらいちさんの方から声をかけてくださいね。はい。さようなら。坊や。おい坊や。うん、ああ越智さん、探してたんだよ。大変なことになったんだ、助けてくれ。どうした。あのな、こんなことが書いて書き置きがしてあるんだよ。読んでやるから聞いてくれ。座頭一を連れてこい。もし連れてこねえ時には娘とガキの命はもらった。こんなこと書いてるんだよ。どうすりゃいいんだ俺は。よく来てくれたな。てめえは下仁田にわらじを脱ぐつもりらしいが、俺んとこ行く気はねえかい。冗談言っちゃいけないよ。下仁田だろうが宍戸だろうが、そんなウジ虫の住んでるようなところへわらじを脱ぐ気は鼻からありませんよ。なんだと。てめえがな、俺んとこ行くりゃ領事ぐらい刺してやる気で言ってるんだよ。どうでも領事がしてほしけりゃ。親分さん、今すぐこの場でもできますぜ。下手に出るやつ来やがれよって。おう、ちょっとでも動いてみやれ。罪のねガキと娘の命じゃねえぞ。親分さん、そうじゃ話が違う。あー、待て。おう、行くろ。かわいそうにな、おめえのガキどもはこれが最後だよ。え？あ、たたきり！待ってくれ。俺の命差し出すから。二
誰の名は解いてやってくんな。よし、帰るぞ。はい。今日は元気がないな。そんなことありません。今日は一日こうやっていたいが、そうもいかん。稼がねば江戸に行けんからな。兄上、志乃は？村上さん、探しましたよ先生。分かっておる。今出かけるところだ。いや、催促じゃねえんで、ちょっと売り入ってお話がありましてね。志乃、用事はすぐ済む。あまり遠くへ行くな。はい。すいませんね。帰ろ！何年俺んところの飯食ってやんで！え？あのあんま一人ぐらい切れねえで、湯水のもんじゃすっまねえぞ！もしもあの野郎、生かしてこの宿場から出すようなことがあったら、てめえら、このままじゃ済まねえぞ。だいぶ荒れてるな。先生、どうでも叩き切ってもらわなきゃならねえ野郎がいるんですよ。もう頼みますよ。それは約束だからな。一人でも多く切りゃ俺の身入りも多くなる。で、相手は誰だ？一。おかしいな。奴はこの宿場を立ったはずだ。いや、現に俺の前に面出して、下二段にわらじゅうに、俺の側首を叩っ切るって昔があったんだよ。ね、そいつを切ってくれりゃね、いいだけの銭に払いますよ。奴は切れん。金をもらっても奴を切る気にはなれん。切れねえ？お前さん、ヤクザの用心棒になり下がっても、モーター侍だ。武士に二言はねえはずだよ。下仁田一家にわらじを脱げさ、片っ端から叩き切るっていう約束で、俺はおめえさんに銭払ってんだぜ。もしあのあんまをどうでも切らねえってんなら、おめえさんの大事な妹さんは生涯目が治らなくなりますよ。医者の心配より坊主の心配をした方がいいってことよ。おっとっとっと、お嬢さんはね、ちゃんとお連れしてありますよ。なぜこんなところへ？そいつがね、どうぞ。おっと、ここから先は出ねえよ、こんなせ。出ますとね。兄の用とは何でしょうか？ご存知ありませんか？何ですかね、聞いちゃいませんね。あっしだってこんなことはやりたくねえ。一応やってくれますね。やってくれるんですね。一さん、勘弁してくれな。俺のやったことは、なんちゅうか、勘弁してくれな。金頃だ。その気持ちは子供たちに言ってやんなさいな。
さんか。お口、たまな。これから先は酒も博打も個人でやらねえからな。勘弁してくれ。お前さんそう言ってくれたら俺も立ちやすい。じゃあな。いちさん、ありがとうございました。ありがとうございました。いち、一緒に来てくれ。まずいことになった。お前を切らなくてはこの宿場から妹を連れ出すわけにはいかなくなった。だから言ったんだよ、人ところに長いこといるってとろくなことがねえ。すまん。兄上、地蔵さんカラスが止まり、花にゃ蝶々が止まるというが、おてんとさん私の番でござんす。泣かれる身寄りもないけれど、死ぬのは嫌でございます。
します。弟の敵と座頭一をつけ狙う道中氏の女が一の仕込み杖を奪った。丸腰の一を襲う不気味な殺し屋、土砂降りの雨の中凄惨な死闘が続く。次回座頭一物語、土砂降りにご期待ください。